はい、皆様どうも、マフロです。それではモンスターが現れた、やってみましょうか。はい、2回目の実況になります。それでは前回のおさらいみたいな感じで、とりあえず錬金でお金むっちゃ貯まりました。はい、とりあえずね、クエストは実況しながら進めようと思ったんでやってなくて、お金ばっかり溜まってる状態ですね、これ。はい、探索。豆持って帰ってきた。さあ行っておいで。はい、そしてね、1匹っていうのか、1匹増えました。こちらね、初期のちょっとだけ課金120円でしたっけね、すればなんかもらえるみたいなんで、それだけしちゃいました。とりあえず様子見で。はい、でこれをどうするか俺はちょっとわからない。まだパーティー組む感じなのかな。出撃、何で出撃ってこっちは出撃成功ってどういうこと。まだね、完全に分かってないんでね、とりあえずクエスト行ってみましょうか。難易度1、旅立て冒険者よはやったのか。どっち、とりあえず5回行ってみよう。これあ、OK、あ、これはクリアだやっぱり。じゃあこっちですね、挑戦行ってみましょう。さあ、イノシシか。これしか連れていけないのかね。なんかもらった、さっきの切り替えるやつだったのかな。どう、まだ無理。とりあえずイノシシをやっつけよう。コウモリか、コウモリほっとこう。まだ、よし、盾を引っこ抜いた。詳しい内容がわからないという方は、できれば1の方を見てもらえればわかるようになるとは思います。1回目の実況ですね。もう倒すしかねえやん。倒せた。そこに蜂の巣があったか。まあいいや、次行こう。あ、取らない方がいいのかも。とりあえずイノシシはやっつけて。これはなんだ、救助、村人らしいわ。これはなんだ、ありがとうどういたしまして。あかん、出たらなんか取ってしまうな。とりあえず考えなしに今のところいけるね。今のところだけど。
タラのフライ。そのうちなんか考えなきゃいけなくなるんだろうけど、とりあえず蜂の巣続け。なんだっけ、巣穴なんかまずそう、後にしよう。宝箱持ってんだこれ。これ使わなくても倒せそうな気がするけど、まあ一応。あ、蜂の巣使い切ったらあれか、なんかもらえるんだ。このトカゲ何してんの？関係ないか。レベルアップできる。おお、ナイス。新称号。なんかもう、あ、無理か。とりあえず巣穴入ってみようか。これ何？とりあえず倒せばいいのか。いや、もらった。とりあえず次行ってみよう。今とこ簡単に進めてるけど、こんなんでいいんだろうか。おお、なんだっけこいつ、毒か。こいつはまずいんだったな、攻撃すると。蜂のスネーカないんか。じゃあ魔法だ、火炎。あれ切っちゃった。あれ、火炎使うつもりだったのに。なんで、ちょっとあれ気をつけなきゃいけんな。始めやがった。やろ、スパイダー。よし、火炎燃やした。あ、こいつも一緒じゃん。もういいや。なんかパンプできる。またか。待て、後で。なんだっけこいつ。ああ、速攻倒さなきゃ、まずいやつ。ちょっと蜂の巣欲しいから。
選べる。なんかもらえた。薬が通過えるって。さあ次行ってみようか。こう当たんなくなってきたね。先に巣を探そうか。スパイダー。おお、粘るな。もう倒せんだろ。反撃食らわなければいいんでしょう。ああ、なくなった。電撃。やべえな、もう電撃。MP は回復できるけど、スクロールがねえな、あんまりも。ヒットポイントもう25しかねえ。やべえ。巣穴か。回復ちょっとだな。回復ノー、しゃあねえな。攻撃、お、当たった。全部当たった。粘るか。何回よ。レベルアップできないから、新称号。コンパス何になるんだ。9もあるよ。イノシキの9の方がまだマシか。当たれば弱いな。あ、入っちゃった。なんかでっかいのいるやん。なにこいつ。避けた、避けたし、なに、むっちゃ体力ねえこいつ。倒せないやんこいつ。どうしたらいいよ。あーじゃねえ。ハマの矢一緒だな。お、なんかこの辺持ってるよ。もう装備してんの。どうしたらいいよこれ。逃げれないの。
あ、発射できるんや。なんだよ余計なことしたな、いろいろと。合成しちゃった。あの赤いの行動力だよな。あ、いけない。これ回復。よし、ショット回復。あー、毒来た。らしい。死んじゃった？毒そんなに強いの？終了。しゃあない。あ、もう10階だったの？あそこ。まだちょっと訳がわからないところもあるんだ。まだ取ったアイテムとかのねえわからないんでどうなってるのか。これじゃない。こっちを出撃してみようか。戦闘タイプなんだよね。戦闘系って書いてあるし。ボスこんにちは。もうできないんだよ。とりあえず探索。ケーキ。とりあえず獣の洞窟クリアするしかないか。ちょっとでも不意打ちだったね。毒であんなにすぐ死ぬとは思わなかった。ちょっとずつヒットポイントが減るぐらいかと思ってたけど。ってことはスパイダーやばいね。さあ、いけるかな。時間的に。あ、変わってる。新称号手に入れて。とりあえず。盾は絶対出るのか。あら、当たんねえぞマジで。ほら、蜂の巣がいるね。お、倒した。たまたま当たらなかっただけ。行動力多いね。いや、行動力って言うのかわかんないけど。57。続きポイントがあったよ。
よし、次。これで、あ、これで撃っちゃうの。敵出てからにする。さあ次、やべえ、急がなくては、時間がもうない。上に睡魔が襲ってきたぜ。どうすか、倒すか、とりあえず。ダメか。お、殺戮プログラムって何？とりあえずどこが最後だよ。気がする、寝ぼけてた。あれで反撃されたらまた死ぬのか。ちょっと怖くなってきたな。祝福じゃねえ。あ、間違えた。攻撃しちゃった、間違えて。レベル上がってきた。わっ、ドラキー避けるよね。まだ10回って。何回って教えてくんないんだね。
そうみそい。サソリプログラムってなんだよ。またか。助けた。よし。なんか入っちゃった。ああ、こいつか。発射、浜の矢。レベルアップ。さあ、もう何もないんでしょ、ここ。出る。ここか。墓石。あの雲だよな。魔法でやりてえな。これ動かせないんだよね。電撃。火炎。よし。当たった当たった。宝石。死んだらなんかいろいろ失うのかやっぱり。死にたくねえし。よし。あ、出ちゃった。まだ全部取ってない。間違えたー。とりあえずこんな感じで、すいません、まだ自分もねよく分かってないんで説明はできないですけども、次回またやってみようと思います。それでは今回もご視聴ありがとうございました。次回もよろしくお願いします。ではさようなら。